コン。コンちゃん偉かったんだよ。黒崎くんが落ちてきた時、コンちゃんが膨らんでクッション代わりになってくれて。コン、安らかに眠ってくれな。勝手に殺すな。なんだよ、全然平気そうじゃねえか。あ、いや、見直したか一君。こんなこともあろうかと懐に隠れててよかったぜ。そうか、懐にな。行く。やめろてめえ。